こんにちは、速稼塾の久保です。私ね、10月にはね、売上1500万ぐらい上げてるんですよ。これたった一人です。たった一人でこの YouTube を通じていつの間にかね、1500万の売上あるんですよね。これはなんでそういうことになるかっていうと、前回の吉谷さんの動画でもね、ずっとお話しされたように、センターピンっていうのがあるんですよ。このセンターピンっていうのは吉谷さんと私では違うところもあるんですけども、ただね、一点知らしめていくっていうんですかね、露出しているってことではまあ共通しているかなと思います。もうちょっと具体的に言うと、まあ、動画の本数たくさんあるじゃないですか。違う、いろんなジャンルやってるわけですよ。いろんなジャンルはあるんだけども、お金っていう問題につきましては多くの方がね、共通して、問題解決したいなと思ってるということがあるんですよね。で、吉谷さんはいろんな側面から、結局はお金があったら解決できるんだよとかね、お金を稼いでいきましょうっていう、そういうメッセージが込められてると思うんですよね。これ私も一緒なんですよ。最近はですね、特別定額給付金っていう私の動画が結構アクセスを呼んでるんですけども、これね、お金の問題をやっぱりこう給付金によって解決、一時的にもね、したいっていう、本当素直な国民の気持ちだと思うんですよね。でも私は片っぽではね、こういう動画も上げてるんですよ。特別定額給付金の第2弾が年内に5万とか10万とかね、年明けにやっぱり5万10万っていうのをもしね、支給されたとしても、じゃあ次の月はどうするんですかと。2021年はずっと1年間ね、官邸の方にメールを送ればくれるんですかってことなんですよ。とてもそうではないですよね。やっぱり人生をどういうふうに作っていくか、そしてお金をね、どういうふうに得ていくかっていうのは、ずっと国任せではなくて、結局はですね、一時的に国は助けてくれてもずっとではないよってことなんですよ。これ以前もね、吉谷さんが同じようなことを言われてました。国は一生助けてくれない。結局はね、お金の問題は自分でどうにかするしかなくって、一瞬一時的には配給という制度で食事とかね、水が与えられたとしても、基本的には自分で取りに行かなくてはいけないんですよね。当然個人個人いろんな状況あると思います。体が悪くて自分でお金を得る手段がないとかね、もしくは仕事をリストラされたばかりで、ちょっと気分的にね、なかなかアプローチしていくようなね、新しい会社にアプローチしていく勇気が出ないよって、いろいろあると思いますけども、でももうね、時代は変わりまして、ここにね、ぶち抜く力っていう本があるんですけどもね、これ改めて私読ませていただいて付箋を出してるんですけども、ここにね、こんなこと書いてますよ。会社に依存する生き方はもう終わりにしようと。会社に依存する生き方ね。私もね、この1500万という売り上げを上げてますけども、会社に依存してたらこれできないと思うんですよ。会社っていうのが、私は便宜上決済の会社っていうのは自分でやってますけども、要するにね、誰かが作った会社に参加していって、その中でもういろいろ頑張ってお給料をもらおうと思っても、月収100万にもなんないんですよ。50万にもなんないですよね。30万取る方も今少ないんじゃないかなと思うんですよね。しかも30万50万の給料をもらおうとしたら、最初からもらえないです。何年も勤めていってミスをせずに、上司や部下にやっぱりね、それなりに気を使って、嫌な上司の飲み会にもきちんと行って、気に入られてってことを経て、自分の人生やね、意識ってものを全て捨てたって、やっとたどり着くのが出世とか、それからね、昇給アップっていう世界だと思うんですよ。まあ当然ですよね。だって会社ってものに私たちはいろいろ依存する中で、会社ってのは顧客に依存するわけですよね。まあ依存という言い方が適当かどうか分かりませんけども、結局は私たちは自分で稼げるんだったら問題ないんですよ。自分で稼げないのに会社ですとか国に文句を言って、稼げない自分を正当化して金をよこせっていうわけなんですよね。これ乱暴な言い方すると、ちょっとね、まあやめときましょうか。変な言い方になっちゃいますね。まあとにかくね、ください、ちょうだいで言えるのはそんなに長いことじゃなくて、本当一瞬なんですよ。まあですんでね、私たちはセンタービンとして自分で稼ぐっていう手法を身につけなければなりません。で、どうやったらね、実際に稼げるのかっていうと、非常にシンプルですよ。3つしか要素はないと私は思ってます。1つはですね、何を持って稼ぐか、要するに商品ですよね。商品何ですかってことなんですよ。ね、商品持ってなければ売り上げの立てようがないですよね。商品やサービスを自分はどんなものを持っているだろうか、もしくは誰かの商品やサービスを自分はどう紹介する力量があるだろうか、商品を一つ設定することなんですよ。案外これはね、誰でもできます。結構簡単です。有名なラーメン屋さんが美味しかったら、あそこのラーメン美味しいよって言えば、自分の商品ではないですけども、自分がおすすめする商品を持つことになるんですよ。この辺からアフィリエイト、要するに紹介手数料っていう概念が入ってきますよね。で、これはまだ長くなりますんで、ちょっと一旦置いておきます。次はですね、集客なんですよね。ここが非常に重要です。集客ですよね。商品を紹介する先の人がいないといけないんですよ。それを欲しがってる人、もしくは欲しくなりそうな人です。
で、私言うとね、お金の問題解決を商品にしてますから、お金に困ってる人が必要なんですよ。で、お金に困ってる人はたくさんいるじゃないですか。それこそね、麻生財務大臣の言葉ではないですけども、お金で困ってる人はいないっていうのは、そんな全然違って、お金に困ってる人だらけなんですよ。まあ、ですんでね、お金の問題解決を、例えば税金に関してはこう、それから決算にしてはこう、確定申告にしてはこうと、毎月2万3万の復収入を得たい人に対してはこうとかね、借金を減らしたい方にはこういうアドバイスというふうに、お金の問題解決の切り口っていうのは無数にあるわけですよね。まあ、そう考えていくと、商品がいくらでも私はね、紹介できるってことになります。そのうちの一つの商品を使って1500万の売り上げを上げてるってことなんですよね。あ、ちなみに付き合わせておきますけど、1500万の売り上げって言ってもこれね、入金ベースではなくてね、売上ベースですからね。で、値引きもちゃんと入ってますし、最終的にいくらになるかってことはまだね、分かりません。分割で払われる方とかがいて、分割も最後まで払うかどうか分かりませんのでね。ただ売上的にはざっくりとね、1500万上がったかなと。35万の商品が45個売れればそのぐらいになると思いますんでね、商品を持っていたっていうのもまあ一つ大きいかなと思います。ちょっと話いろいろしたんで整理しますと、まず商品を持っていること、集客ができているかってことで、3つ目は何かっていうと、セールスですよね。この商品はいくらですよっていうだけです、ね、この3つの要素を手にしただけでもう自分で稼ぐ準備はできるわけですよ。商品、集客、セールス、この3つです。この3つ以外はいりません。で、会社勤めをすると案外ね、いろんなね、手間がかかるんですよ。通勤っていう要素が入ってきますよね。それから上司とのコミュニケーション、部下との関係、取引先との何とかとかね、いろいろ他にもいっぱいありますよ、要素は。そう考えていくと、私が考えている一人で稼ぐっていう方の方が今は時代に即していて非常に簡単なんだろうなと思いますよね。ただその簡単に気づけていないっていうところが多くの方にはあると思います。それはなぜかっていうと、会社に依存してるからなんですよ。会社に、会社の指示通りやってればお給料もらえるだろうっていうふうに考えてません？ビジネスをするってことは誰も指示してくれないんですよ。誰も指示はしてくれませんけども、でもね、確実なニーズってのは世の中にあるんですよ。じゃあその問題解決のために働いていけばいいってことになりますよね。まあ、ですので分かっていかないといけないんですよ。麻生財務大臣は世の中のことを分かっていないっていうね、言い方を私もしますけども、じゃあお前はどうなんだよって言われた時に、全部は分かりませんけども、自分の暮らしを支えるぐらいは分かっているとは言えるかなと思うんですよ。まあ、ですので困った人にどんな商品提案をすればその人は満足度、高い満足度ともにご購入いただいてね、喜んでお金を払ってくれるかってことが分かるんで商品が売れるんですよ。これがね、欲しくもない人にいくらね、値引きした商品を紹介しても売れないんですよ、だからお金を払う人ってのは確かにこういうのが欲しかったんですっていうふうに気づいてくれた感動でお金を払ってくれるんですよね、と思いませんか、やっぱり。そういうようなことだと思うんですよ。例えば今ね、40代の前半で、20代の女性と結婚したいな、付き合いたいなと思う男性がいるとするじゃないですか。私3日も付き合えばその人のニーズ分かりますからね、まあ1日も分かりますけどもね。そうなったら、じゃあ40代で20代の女性と知り合う場所ってのはここですよって教えてあげれば、いやありがとうってなるわけですよ。だってそういう場所が見つからないから願望があるだけで実現してないわけですからね。で、それからどういうふうにお付き合いしていけばその20歳もね、下の女性に気に入られるのかっていう、そのコツもね、その人は知らないからこうですよって教えてあげると、まあ重要な点が50個くらい浮かんでくるわけですよ。その50個をきちんとその方が実行すれば、少なくとも20代の女性に嫌われることがなくてね、好かれるかどうか分かりませんよ、でも好感度をアップすることができるんですよ。そこから恋愛に発展するのか結婚に発展するのかっていうのはまた別のフェーズです。で、そういうふうになってますよね。それからね、セールスっていうことを恋愛で置き換えれば、いつ告白するのかですよね。お付き合いしてくださいって告白するのもそうだし、プロポーズするのもそうです。これはセールスなんですよ、言ってみれば。だからそれにはセールスにもね、段取りとかタイミングとか巧みな心理操作っていうのが入ってるんですよ。やっぱりね、素敵なムードのところで告白すると心が動きやすいと。で、言動一致の原則がありますから、どんなね、素敵なシチュエーションで、それをね、告白を受け入れたにしても、イエスって言ってしまうと、イエスと言った自分を肯定する動きが女性に働くんで、ある一定の期間は女性の心理状態を拘束することはできるんですよ。まあ、これちょっとね、話が長くなりますし、脱線しちゃいましたね。ちょっとね、すみませんでした。で、もう一個ね、この本の中から引用してみましょう。これです。これね、チャンスが、勝負っていうのはね、チャンスが来る前に始まっているってことなんですけども、昔から言われますけども、戦闘は戦場に来る前に終わってるってことなんですよ。ね。お金を稼ごうかなと思ったり、セールスをしようかなと思った時に、
で、私は吉谷さんっていうのはすでに勝負がついてるんですよ。それは長い間積み重ねた露出ですよね。無料コンテンツの、まあ、たくさんの量産によって多くの方から見られているってことがあります。まあ多くなくてもいいんですけども。で、動画を発信するってことはその回数が多いってことはスキルアップをしてるんですよね、だから動画をね10本しか作らない人と、1000本作った人どっちがより上達してると思いますかってことなんですよ。だから行動量を増やしましょうとか無料コンテンツを増やしましょうっていうのはただ単に目立つだけではなくて、実はねそれ以上に自分のスキルアップそして自信にもなってくるんですよ。今まで私は何年も動画を作ってきました。まあ10年とは言わないですけどね、7年8年毎日のように動画放送してきました。だから動画放送できるって言われた時にいくらでも自信があるんですよ。いいですよみたいな感じですよね。いきなり会場に連れてこられて、ここで努力についてちょっと1時間喋ってみてくださいって言われたら、1時間程度でしたらね楽ちんです。努力について、努力は3つに分かれますみたいなことで、ね、話し始めればいいんですよ、ね、もう話せそうでしょ。努力は3つで分かれて話します。で、1つずつ20分ずつ話したらもうすぐ1時間なんで、1時間1つのテーマについて話すことは非常に短いんですよね、私にとってみたら。まあそういうことも言えます。自信がつくわけなんですよ。で、当然ですけども表現力も上がってきますんでね、やっぱ数やれば身になるってことなんですよ。でも稼げない人とか売れない人、こういうのはね自分の鍛え方がやっぱりどっか別の方に行ってるんですよね。会社の指示に従うっていう、そういう自分の鍛え方ができるんですけども、自分の発想で自分でマーケットを作り自分の顧客を見つけていくってことについては発想がないんですよ。だから多くの方は営業職を嫌がるんですよね。営業職っていうのは一部自分が経営者になるってことなんで、自分の人脈を増やしていって、その中でニーズを察知して自分の商品をその誰に紹介すればいいかってことを見分けていくための日々なんですよね。でも事務職さんとかね、それから他の製造業の方は他の役割があるんで、それはそれであってとっても大事なんですけども、でも製造業の方にね営業ができるかって言ったらかなり難しいのと、私のコンサルの中には製造業で勤めてる方もちゃんと会社の商品を理解して自分の人生のそのテリトリーの中でね、自分の生活のテリトリーの中で自分の商品を製造業であっても紹介することができるでしょと。そうすると製造業なのにいっぱい仕事を取ってくる、製造担当なのにいっぱい仕事を取ってくるから一目置かれて、あなたは別のコースに引き上げられていくんですよっていうお話をします。だから自分はこの担当がこれだからっていうので、それだけやってたらそれだけの人になっちゃいますからね。で、自分で稼ぐってことは自分で企業を経営するわけですから、時には営業マン、会計、総務、経理、経営者、もう ほとんど全部の役はしなくちゃいけないんですよ。全部の役です。だから不得意分野があってはダメなんですよね。そういう意味で言うと、私もそうですし、吉谷さんっていうのも全ての分野においてマルチタスクをしてるわけなんですよ。で、それができれば、まあ、商売は成り立つんですけども、まあいきなりはできないと思いますけども、そうは言ってもね、私もそうだし吉谷さんもいきなり始めてるといえば始めてますんでね、誰でもできるところではないかなと思います。まあセンターピンという話からね、随分話が広がっちゃって、そろそろ収集をつかないといけないと思うんですけども、まあ、センターピンというのは私のね解釈で言えば、まあ、必ずすること、必ず克服するべきことだと思うんですよ。私のセンターピンはどんな状況でも金を作るってことなんですよね。しかも分からないようにです。で、分からないようにお金を作ってるから、こういうふうな放送もねずっと続けられますし、私の動画にはセールスがほとんど出てこないんですよね。もうセールスを受けたっていう記憶のある人はあんまりいないと思いますけども、私に何がしかのねお金を払ったっていう経験のある人はものすごくたくさんいると思うんですよ。この動画見てる方、不思議でしょ。で、お金払ってない人は分かんないですよ、どこでそのタイミングが来るのか。あるんですよ、これから。本当にあるんですよ、不思議ですよね。ただ私も最初からこんなことができてるわけじゃなくて、最初はですねセールスをスタートして、そしていくらですみたいな動画をこう一般公開でドワーッと流してるわけなんですよね。やっぱり売り上げ上がりますけども、当然ですけども、なかなかね短期間で読者チャンネル登録を増やすことはできませんでした。 YouTube が育ってきたから、このまあなんと言いますかね、ミステリーショッパーができるというかね、いつの間にかセールスの網にかかっていたようなこともできるわけなんですよ。まあ変な言い方はしましたけども、やっぱり絶対に売るっていう風なことを自分に約束して、それを達成する毎日、それがまあ一人で稼ぐってことなのかなと思いますよね。まあ改めてねこの本読んでみたんですけども、すごいですよね、やっぱこの人はね。いろいろと話される方噂はあると思いますけども、私はこのね文字から伝わるエネルギーっていうんですか、これには真実しかないと思ってます。あとは与沢翼さんをはじめ成功者に文句を言う人が、じゃああなたの人生はどうだったんですかってことなんですよ。
清く正しくあなたは生きてきて、実際にその評価を世の中から受けていましたかってことなんですよね。まあお金に困ったりとか人間関係に悩んだりとか、その他いろんなトラブルを抱えているってことは、世の中に評価されない正義感なんですよ。それが今日ねお伝えしたいことだったかなと思います。それではね、また次の動画楽しみにしてます。吉田さん、いってらっしゃい。